りましたので、ただいまに開廷いたします。本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。私ども栄区パートナーズの会が設立に際しまして、ご講演を開催することになりました。本日中島先生の後ほどご紹介ありますが、ご講演によりましてかなり難しい先生の計画の中で一見パートナーズを応援をしてくださるような強いお気持ちをいただきました。我々もこのような形でお迎えできることは当初予想はできなかったんですが、先生の方は積極的に応援するよというようなお言葉をいただいたということでございまして、皆様今日お忙しい中先生が駆けつけてくれてますので、ぜひご一緒お聞きしていただきたいと思います。私どもパートナーズのせっかくのこのメンバーでございますが、いろんな関係で、メンバーの中に入っていてもつながりがなかなかできないということで活動がしにくいような状況がありました。で、数人の中からなんとかこの立憲民主党が立ち上がって今後のますます発展さすということでの私どもの件でなんとか数人で始まりまして現在に至っています。まあ、そういうことで栄区のパートナーズが中心となってこれからやってまいりますけども、まあ立憲民主党の増田先生、4区ということですと鎌倉、逗子、葉山、こういう地域が担当されるところになりますので、これからますます我々の発展するように努めていきたいと思っております。中島先生のご講演を始まる前に、私どもパートナーズは代表の橋本よりご挨拶をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。栄区の上郷に住んでいます橋本でございます。よろしくお願いいたします。今藤野さんから紹介いろいろありましたので、私の方はもう要点だけ申し上げて挨拶を終えたいと思います。まずは天気も良かったかと思いますが、お寺の中ご参加いただきまして誠にありがとうございます。厚く御礼申し上げます。それから今ちらっと進行の方からも話ありましたけど、我々パートナーズ立憲を通してパートナーズ全国組み合わせを取りまして、栄区で集まって、それでパートナーの方に集まっていただいて、つい先日のパートナーズの会の設立をしたばっかりなんです。何かしようかということにたまたまそうなりまして、ただまあ大事なこの世話役の中で非常に先生と親しくされている方が、いらっしゃいまして、で先生云々どうだろうかって、そんなことで呼べないでしょうという話になって、呼べないんじゃなくて本人はどうなんだろうかっていう話になりまして、ご本人さんはどうなんだろうかこうなりまして、まあ幸いなことにわずかに45分でございます。2時半から3時15分時間決められてます。45分ですが、まあ、水の濃い話をしていただければと、昨晩の話も含めましてしていただければと思います。そんなことでパートナーズの会設立をさせていただきました。で、この記念講演ですけれども、今から先生から講演をいただくわけですけれども、先生の紹介につきましてはもうレジュメの方で東京工業大学の教授でありますとかいろんな本が書いてありますので、つい先日も毎日新聞の、なんですか番組の裏面というんですか本の紹介の中にも先生の記事が載ってましたので、今日も著書の方も後から紹介があろうかと思いますが、そんなことも含めまして、今から講演をさせていただければと思います。橋本でございます。よろしくどうぞお願いいたします。それでは早速ございますが、テレビで皆様ご存知かもしれませんけども、メディアの方でもかなり活躍されて、KBS の方の番組にも出られて、いろんなコメントを出されている大事な時期でございますので、今日の一日をですね、先生のお話を聞いて、これからの皆様の活動にご協力いただきたいと思います。じゃあ先生よろしくお願いします。
ご紹介をいただきました、東京工業大学の中島と申します。少し風邪をひいていましてですね、声の調子があまり良くなくですね、少し咳込むことがあるかもしれません。ご容赦をいただければと思います。3時ですね、私は15分までということで、でして私は5時にどうしても子どもの幼稚園に迎えに行かないといけないで、しかも妻今日夜は仕事で戻ってこないもんですからですね、まあ、そこからご飯作ってっていうので、どうしてもここ3時半ぐらいの電車に乗らないといけないという、私の大変私事でこんな時間が短くなりまして大変申し訳ないんですけれども、45分ですね、お付き合いをいただければというふうに思っておる次第でございます。リベラル保守という可能性ということでタイトルをつけました。どういうことなのかですね、やはりこの自民党の自公政権、そして安倍政権というのが、これだけ長きにわたって、続いている、かつてであればもう決定的にこれはもう政権を退かないといけないという事態が起きてもですね、さらにずっと続いている、いくつか の要因がありますけれども、やはりですね、その中心的な要因というのはもう一つのビジョンというものをしっかりと野党側が提示できていない、野党にこっち側にですね、もう一艘の船があると、でこっちに乗り移れば、やはり今よりもより良いですね、そして現実的な未来というものがあるんだ、こういう手応え、実感というものが国民にまだ実は与えられていないんだと思うんですね。でこれが安倍政権の長期化というものを許しているおそらく一つの要因なんだろう。では私たちは、もう一つの船をどういうふうに立ち上げればいいのかというのがおそらく問題になっているのではないのか、その時に幅広い支持というものを得るためには、旧来のいわゆる左派的な運動を超えてですね、多くの人たちにどういうふうな支持を得られるのかということが大きな問題になるというふうに、私自身は考えています。そこでですね、皆様にレジュメをですね、最初に資料の中でお配りをしています。これに従いながらですね、皆様と認識やあるいはですね、議論を共有できたらなと思っております。で最初にですね、政治のマトリックスというふうに書いているその図が載っているところをですね、見ていただけますでしょうか。こんな4象限を書いたですね、図がございます。で上にですね、ピースの社会化と書いてあります。説明をしていきます。それから下にイースクの個人化、こっちにリベラル、こっちがパターンですね。こんな図が書いてございます。でこれどういうことなのかと言いますと、私は大学でですね、以前は10年間北海道大学の法学部で教えておりまして、今東京工業大学で、面白い大学なんですね、理工系の大学なのに文系が重要だというふうに言っている大学でして、それは小保方さんの問題とかですね、いろんな理工系の人たちの倫理の問題とかいろんな問題が出てきたときに、理工系の大学でちゃんと教養教育をしなければいけないっていうのが、東工大の趣旨なんですけども、ですから私は大学で政治学という授業を教えているわけなんですが、そこで必ず学生に一番最初にですね、お話をするのが今からお話をさせていただくことでございます。どうもすいません、ありがとうございます。さあ政治というものなんですけれども、今日は早稲田さんをはじめですね、政治家の方がたくさんいらっしゃっておりますけれども、じゃあ政治家っていうのはどういう仕事をしているのかですね、そこから政治というものの本質に迫らなければいけません。少しこれ外交とか安全保障の問題を少し横に置いて内政面について考えていきたいんですけれども、内政面において政治家はどういう仕事をしているのかというと、大きく分けますと、一つはお金の問題をめぐる仕事をしていきます。もう一つは価値の問題をめぐる仕事をしています。さあこれどういうことかなんですね。まずお金の問題が政治家にとって非常に大きいんですけれども、これを縦軸に取りました。少しずつ説明をしていきたいと思います。さあお金の問題っていうのはどういうことかというと、私たち国民はですね、税金を納めるわけです。そしてそのお金が非常に大きくなって何兆円にもなって、そして国家の予算となり、そして1月から通常国会っていうのが始まります。でここで予算案っていうのが決定され、そしてその膨大な大きな集めたお金を何に使っていくのか、公共工事にいくら使う、教育にいくら使う、福祉にいくら使う、こういうようなお金の出し入れをするっていうのが
政治家にとって非常に大きなですね、どこに何のお金を使うのかっていうことがあります。さあ、それをめぐってですね、ここを縦に取りました。リスクの個人化とリスクの社会化というふうに書きましたけれども、下の方からいきたいと思います。リスクっていうのは一体何なのかと申しますと、これ私たちが生きているとですね、さまざまなこうリスクというものに直面をいたします。例えばこれいうことは考えたくないんですけれども、突然今晩ですね、難病を発症しですね、そして、まあ、昨日まで仕事をしていた、今日まで仕事をしていた、それと同じような仕事ができなくなってしまうということは、これ十分あり得る話ですね。あるいはこれも考えたくないですけども、突然ですね、交通事故に遭ってしまって、これも今日までやっていた仕事っていうのがなかなかできなくなってしまうと、まあ、こういうようなリスクっていうのは、私たちが有限なる命を持っている以上ですね、みんなに降りかかってくる、まあ、そういうような問題であります。さあ、こういうようないろんな、まあ、失業とかいろんなもの、病気、いろんなものがありますけど、こういうリスクに対して個人化という考え方はどういう考え方かというと、これは基本的には自己責任型の社会ですね。自己責任型、ちゃんとそれは自分で手当てをしてくださいねっていう考え方がこの下の方になっていきます。ですから、政府の規模としてはどういうものになるかというと、いわゆる小さな政府という考え方にこれはずっと近づいていきます。税金もあまり取らないけれども、行政サービスもあんまりしませんよ、自分でそれぞれやってくださいねっていう、こういう考え方がこの下の方になってくる、リスクの個人化という、そういう軸になっています。一方、これに対する対抗軸っていうのは、リスクの社会化というふうに政治学では言ったりいたします。で、これはどういうことかというと、そういうリスクっていうのは、さまざまな形で万人にですね、こう降りかかってくるものですから、社会全体でこう受け止めれるような、そういう制度を作っていきましょう。ですから、セーフティーネットの強化っていうのに上になるとなっていきます。失業保険もちゃんとやらないといけないですねと、いきなり倒産して失業した、これでもう家庭が成り立たなくなる、まあ、こういうことはやっぱり避けましょうと、みんなでこれは支え合いましょうっていうのが、こうセーフティーネットの強化ですね。福祉とか医療とか教育とかいろんなものについて、しっかりとそれを補填していきましょう。ですから、税金は一定程度高くなるかもしれませんけれども、しかし行政サービスも分厚くなっていくと、まあ、これがあの上側のリスクの社会化、つまり大きな政府路線というものになっていきます。で、現代政治学においてはですね、これはあのリスクの行政化ではないですね、リスクの社会化と書いているところが一つのポイントです。で、どういうことかと言いますと、実はこのリスクを担っているのはですね、行政だけではありません。現代においては市民社会の領域っていうのも非常に大きな意味があります。例えば大きな地震がありました。で、そして何とか復興に向けてっていう時にですね、大きな力になるのはもちろん地方自治体の行政、あるいは国会っていうところも大きな力になるんですけども、やはりボランティアの人たちの力っていうのが非常に今は大きいですね。あるいは、寄付とかですね、そういうものによっていろんな下支えをしている。例えば日本の法律ではなかなかこの心臓病のですね、手術ができないというお子さんがいらっしゃる、なかなか国家予算を使ってというわけにはいかない。で、そうするとですね、アメリカに行くとこれはなんとか医療が受けられる、ただし数億円かかるみたいな話がありますね。で、そういう時に私たちは市民社会の領域において、個人がこうドネーションですね、あの寄付をすることによって多くのお金を集めて、そのお子さんをみんなで助けよう。で、こういうのはリスクに対して社会の側でみんなで助け合いましょうっていう、こういう考え方っていうのがあります。この領域っていうのがまあ非常に重要で、かつて民主党政権の時にこれを新しい公共という言い方をしていました。つまり国家とか行政のいわゆる旧来の公共性に対して、こういう市民社会によってみんなを支えていく領域、これを分厚くしていきましょうというのが、まあ、民主党政権の時の非常に大きな問題だったわけですけども、それ全体としてこういうリスクを受け止めていきましょうというのが、この上の領域になっていきます。これがお金の問題ですね。お金の問題で、それに対してです、実は国会っていうのは、あるいは政治というのは、このお金の問題だけを扱っているわけではありません。実はもう一つ、価値の問題っていうのも非常に重要なところで扱いをしています。例えば昨今の問題で言いますと、どういうものが含まれるかというと、例えば選択的夫婦別姓の是非とかありますね。で、こういう問題はお金の問題ではないんですね。極めて強い価値観の問題です。あるいは
LGBT の人たち、いわゆる性的なマイノリティの人たちですね。でこういう人たちの婚姻の権利をどうするのかとかですね、あるいは首相は靖国に参拝するべきかとかですね、こういうものはお金の配分、予算の問題ではなくて価値観の問題ですね。でこういうような価値の問題をめぐっても政治は重要な決定というのをしています。これが横軸に取られたもので、私はこれに対抗、この軸っていうのをリベラル対パターナルというふうに置いています。これ説明をしていきたいと思います。ポイントはですね、リベラル対保守じゃないっていうことなんです。これが私の言いたいですね、まず1点目の重要なポイントなんですね。日本は私から政治思想っていうのを勉強してきた人間からするとですね、よくリベラル対保守っていうふうに言われるんですけれども、これは端的に言って私は間違いだと思っています。でどう考えてもこれは整合性がないんですね。リベラルの反対がパターナルです。でどういうことかって言いますと、まずリベラルなんですが、リベラルっていうのはもともと、これ古い言葉なんですけれども、近代的なリベラルっていうのはどうやって生まれたのかって言いますと、これヨーロッパのですね、30年戦争っていう戦争がきっかけになってできた観念なんですね。で30年戦争っていうのはちょうど日本でいうと江戸時代の初期です。1600年代の最初頃ですね。関ヶ原の戦いがあって、そして江戸幕府ができた、そして3代目の将軍の家光の時期に、まあ幕藩体制っていうのが固まっていくわけですけれども、そういうような時期にヨーロッパはですね、大戦争をずっと行っていたんですね。30年戦争っていうだけあってですね、30年間戦争し続けていたっていうのが江戸初期のですね、ヨーロッパの状況でした。じゃあどんな戦争だったのかというとですね、この戦争は基本的には価値観をめぐる戦争でした。もっと踏み込んで言うと、これはキリスト教内部、カトリックとプロテスタントのこの2つの派閥がですね、自分たちの価値観をめぐってずっと対立をしたっていうのがこの戦争の本質にありました。1500年代にですね、ルターとカルバン、カルビンという人が出てきました。そしてプロテスタントという新しい流れがですね、キリスト教の中にできた。そうすると伝統的なカトリックはですね、どん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 とここがプロテスタントによって侵食されていくわけですね。で批判を浴びていきました。このプロテスタントとカトリックっていうのが全面衝突をしたっていうのがこの30年戦争という戦争の本質です。そして30年間戦いました。で戦った結果、結論が出なかったんですね。今でもプロテスタントとカトリックでずっと続いていますね。でカトリックの一番トップっていうのはローマ教皇、先日来られたフランシスコという人ですけれども、比較的これプロテスタントが優位に進んだ戦争なんですけども、カトリックがなくなるというわけではありませんでした。さあこうやってですね、30年間争った結果、ヨーロッパ人は知るんですね。価値観の問題で殺し合いをやったって結論が出ないっていうことに、彼らは30年戦った挙句気づいたわけです。そこで出てきたのがリベラルという観念でした。どういう観念だと言いますか、どういう観念なのかと言いますと、これは自分と異なる思想や心情、信仰というのを持っている人がまずはいるということを認めよう。そして認めた上で、その人が考えていること、いかに自分が違う考えであったとしても、その考え方に対して寛容になりましょうという意味で、寛容というのが実はもともとの近代的なリベラルというものの起源のところにあります。今の英語で言うとトレランスという言葉が一番近いかもしれません。こういう寛容としてのリベラルというのが、1600年代の半ば、1648年にウェストファリア条約という条約が結ばれるんですけども、その時に確認をされた一つの理念でした。でこの理念はどういうふうに発展していくかというと、当然のことなんですけれども、あなたの価値観っていうものは私と違う、その違いをまずは認めましょう。でその考え方っていうのを持っていることについてですね、それに対して寛容になりましょう。これを認めるとですね、当然次のステップとしてどうなるかというと、じゃあ私自身が考えている思想や心情に対しても、あなたは干渉しないでくださいねと、私の自由っていうもの、そしてそれを考える権利というものをしっかりと保障してくださいねという、そういう思想にどん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 と発展をしていきます。ですのでリベラルは次の段階としてどういう思想として発展を遂げていくかというと、自由ですね。リベラリズムっていうのはだから自由主義というふうに日本語で訳されるように、この自由という問題をめぐってこう発展をしていく。そして特に中心になっていったのは、私たちの思想とか内面の自由ですね、信仰の自由、そういうものを保障する考え方としてリベラルはずっと進んでいきました。でそれに対しての反対語は何かというと、
リベラルがあくまでもこれは他者の思想に対する寛容ですね、に対してこれの反対語っていうのはパターナルという概念になります。これは日本語に直すと普遍的というふうに訳します。普遍的じゃない父の権利の、敵というふうに書きます。どういうことかというとパターナルっていうのは端的に言うと価値に対する介入主義です。強い力を持っている人間が他者の考え方に対して介入していくっていう考え方がこのリベラルの反対語のパターナルという観念になります。例えば、日本ではもうだいぶ家父長制っていうのは緩まってきましたけれども、例えば途上国なんかではまだまだこういう家父長制っていうのは強いところっていうのがございます。でそういうところに行くと誰が一番強いかというと家長としてのお父ちゃんなわけですね。で父ちゃんが全部のことを決めてしまうわけです。妻の行動もそして子供の、人生の選択もですね全部お父ちゃんが決めてしまう、昔の日本もそうでしたけれども、そして、周りの人間には選択権がない。でこれはやはり強い価値強い力パワーを持った人間っていうのが他者のさまざまな決定っていうものに介入していく、価値観に介入していくという考え方ですね。これがパターナルという考え方で、ですからパターナリズムっていうふうになるとですね家父長制を肯定するような介入主義というふうに理解をされている、そういう概念です。さあこれが価値の問題、そして縦軸っていうのがこれはお金の問題。こういうふうに、内政面における政治というものの本質を見ていくとですね、ここに1,2,3,4というですね4つのゾーンが現れてくることになります。このお金の問題と価値の問題をめぐる組み合わせのゾーンが4つ現れてきます。で私は政治家や政党をしっかりと分析するときにはいわゆる通俗的な右左よりもこれでしっかりと分析するべきであるというふうに考えてきました。政治の本質によって分類をし、そしてその政治家の言っていることを分析しながらどこに位置づけられるのか、その政党はどこに位置づけるべきなのかということを考えるっていうのが私は政治のマトリックスとして全体像としては大切なんじゃないのかなというふうに考えてきました。さあそこでです、一緒に考えていただければと思いますけれども安倍内閣ですね、これは 1,2,3,4 のゾーンで示した中では一体どこに属するというふうに皆様だったらお考えになられるでしょうか。そうですね、もう声が飛びましたけれどもそうなんですね、学校で私も大学でですね教えていて大体学生は同じところを指します。ここですよね。今の自公政権っていうのは安倍政権っていうのはおそらくここになってきます。公明党の問題は非常に難しいんです。これ話し出すとだいぶ1時間ぐらいかかるので今日ちょっとやめておきますけれども、自公政権っていうのはここに今のところ位置づけられるだろうと思います。一つこの価値観の問題はっきりしてますね。パターナリズムっていうのは非常に強くある、安倍内閣の特質です。先の戦争に対する認識の問題、あるいは選択的夫婦別姓絶対認めないですね、そういうように日本人だったら同性であるべきだっていうのがこれ介入主義ですから、こういうパターナリズムっていうのは非常に強いっていうのはこれはかなりはっきりしていると思います。でこの問題は非常に重要なんですね。このリスクの問題については、例えばです、安倍内閣は最近私も5時に迎えに行く幼稚園ですけれども、10月からでしょうかね、無償化っていうのが始まりました。で幼稚園や保育園っていうのはこの無償化政策っていうのを自公政権は、やっているわけです。でこういう政権 の政策を見るとですね、いやいやこれリスクの個人化じゃなくってリスクの社会化っていうのをやってる政権なんじゃないかっていうふうにですね、言われることがあるんですね。しかしこの時には客観的にちょっと分析をしてみなければいけません。つまりどういうことかというと、これ他のですね OECD 諸国と言われる先進諸国との日本の比較というのをしなければいけません。で比較をした上で国際収集の中で日本は大きな政府になっているのか小さな政府になっているのかっていうことをこれ冷静に分析をしなければいけません。でその時に政治学者がどういうデータを使うのかと言いますと、3つぐらいのデータがあります。で1つ目はですね、租税負担率、税金どれぐらい高いのかっていうのを見ます。税金が高ければ高いほど当然のことながら歳入が大きくなりますから大きな政府型というふうに言えます。逆に租税負担率っていうのが低ければ低いほどこれは小さな政府型というふうに言えます。2つ目は今は収入面に注目をしました。
次、歳出ですね。国家の歳出がどれぐらいあるのかっていうのを見ます。これは全 GDP に占める国家歳出の割合という数字を見るんですね。国民経済全体の中で国が使っているお金、公共事業に使いますよ、福祉政策に使いますよ、あるいは教育機関使いますよ、これも重要な経済活動ですけれども、こういうものが全部の GDP のうちどれぐらいを占めているのか、占めている割合が大きければ大きいほど当然のことながら大きな政府ですね。小さければ小さいほどこれは小さな政府ということになります。そしてもう一つは、ね、公務員数なんですね。1000人頭、これ割り算をしなければいけませんけども、1000人頭どれぐらいの公務員がいるのかっていう、そういうデータを比較していくことになります。で、詳細は今日は時間がありませんので申し上げませんけれども、どうでしょうか、この3つのデータを見たときに、現在の安倍政権、日本は OECD 諸国ですね、世界の先進国の中でどれぐらいの国家の規模のところに位置づけられるかです。例えばです、これをちょうど真ん中としましょう。これがちょうど真ん中で、上に行けば行くほど大きな政府、下に行けば行くほど小さな政府っていう時に、日本はどのあたりに位置づけられるかなんです。実は日本は最も小さな政府というゾーンに入っています。このリスクの個人化というのが世界の中でもかなり極端にですね、進行している国っていうのが、実は現在のデータから見て取れる日本の現状なんですね。実は租税負担率もものすごい低いんです。所得税めちゃくちゃ低いです。で、さらにですね、全 GDP に占める国家歳出の割合も低い。公務員は圧倒的に少ないんです。だから地方で何が起きているかというと、公務員の非正規化ですよね。非正規雇用によってどん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 、それを補っていく。おそらく横浜市でも現れている現象なんじゃないでしょうか。いろんなところでこの公務員不足っていうのが大きい。だからですね、地方で大きな災害があった時になかなか復興しないんです。公務員が足りないからです。で、こういうような問題が、私たちが公務員バッシングをずっとしてきた結果ですね、世界最低水準のですね、リスクの個人化が行き切った国に、実は日本とこれ韓国なんですけれども、これが日本のあるいは韓国の土地狂として出てくるデータということになります。ですので、ものすごい下にいるので、つまりこれ小さな政府というより小さすぎる政府なんです。で、ここにいるのがちょっと幼稚園無償化しましたよ、ここからここに上がるぐらいなんですね。なので全体像から見ると、このリスクの社会化には到底及ばないっていうのが実は現在の状況ということになります。で、これが自公政権でありですね、このですね、ゾーンというのはおそらく、安倍政権が別の政権になったとしてもですね、これは加速をしていくというふうに思います。で、これについて自民党という本を最近書きましたので、もしよろしければこの図を使ってですね、自民党の分析っていうのをした、そんな本を書きましたので、よろしければ読んでくださったらと思いますが、この4のゾーンというのがやはりこの今の与党のゾーンということになります。だとすればなんです、だとすれば野党はもう一層の船をどこに浮かべるべきなのかなんです。で、どこに浮かべて、そして政権選択として国民に提示をするというゾーンがどこに来るべきなのか、間違いなくここですよね、ここですよね。ここのゾーンをしっかりと位置づけるということが、自民党に対してもう一つの選択肢を作っていく、そういうような大きなビジョンになっていくんじゃないのかなというのが私の考えです。つまり価値観においてはリベラル、そしてセーフティーネットを強化して自己責任型社会というものを乗り越えていく。税金は高くなるかもしれない、それはどこから取るのかはいろんな議論があると思います。私は消費税は減税した方がいいと思います。で、そして所得税をしっかりと強化するべきだと考えています。あるいは法人税も手を入れるという可能性は十分にあります。少なくともですね、金融資産に対する課税は絶対やらないといけないですね。株で儲けた人に対して税金があまりかかっていません。で、こういうような手当っていうのをずっとやっていくとですね、十分消費税っていうものを補うことができる。で、それはまた時間があればどっかでお話をさせていただければと思いますけれども、しかしですね、それによってセーフティーネットを強化していくっていうのが私は非常に重要な方向性だろうというふうに思います。そしてなんです、私の主張はこのゾーンを単なる左派のゾーンにしてはいけないっていうことなんです。このゾーンをしっかりと保守の人たちまでを巻き込んで、しっかりと支持を得ていかないといけないっていうのが今後の非常に重要なポイントだというふうに私は考えています。で、そのことをですね、私は立憲民主党がずっと立ち上がっていくプロセスの中でですね、かなり強く枝野さんに申し上げてきました。
で民主党が政権を離脱してからですね、どういうふうにすればもう一度民主党が再生されるのかということで、党を挙げてっていうのがなかなか苦手な党でして、それぞれの議員がバラバラにやり始めるんですけれども、バラバラにいろんな人に呼ばれてですね、私いろんな勉強会に顔を出してですね、いろんな話をしてきたんですけれども、その中に枝野さんと福山さんのですね、秘密裏の勉強会があったんですね。で何人かがこれに関わって彼らのブレインをしてきたんですけれども、私に枝野さんがかなり早い段階から聞いてきたのはこの問題でした。つまり左派のゾーンだと勝てないと。でこれをどういうふうに、こう広げていけばいいのかっていう知恵をくれっていうのが私に対して枝野さんがおっしゃったことでした。それに対して私はリベラルな保守というビジョンっていうものをしっかりと立てることっていうのが重要ですよという、まあ、そういう話をしてまいりました。でですね、突然ですね、何が起きたのかというとですね、思いがけず2年前に希望の党騒動っていうのが起きたわけですね。でなんですが、ここで重要なポイントは、なぜ希望の党は失敗したのかということをしっかりと振り返っておくことっていうのが私は重要なポイントだというふうに思っています。2年前ですけれども、希望の党が立ち上がりました。どうだったでしょうか。思い出されると、っていうふうに最初びっくりされたんじゃないのかなというふうに思います。私は多分皆さんよりびっくりしました。私がですね、一緒に勉強会をやりですね、いろんな話をしてきたその議員が真っ二つに割れたわけですね。参ったなというふうに思いました。大きな塊を作りですね、そして政権交代を目指していたのに、なんだこれはっていうふうに思ったんですね。でですね、一報を受けた時にですね、私はもうはっきりと分かりました。絶対失敗するっていうのがもう即分かりました。けれどもですね、2時間悩んだんですよ。希望の党にいっぱい私の知ってる人が言ったもんですから、この人たちに対して砂をかけるっていうのもまた仁義に反するっていう気持ちもあったんですね。だから2時間すっごい悩んだんですけど、自分なりに悩んだんですけれども、やっぱり政治学者としてきちんと言うべきことは言わないといけないと思ってですね、希望の党は失敗するっていう文章を書きまくりました。でどういうふうに私はどう分析したのかなんです。でなんで希望の党は失敗するというふうに私はすぐに分かったのかというと、ものすごいシンプルです。小池百合子と組んだからです。でこれは小池百合子が悪いっていう話をしたいんじゃないんです。でそれはまたパーソナリティは私は全然知りませんし、横に置いておきたいと思います。学者としての分析です。この図なんです。希望の党に向かっていった民進党という政党は、前原誠司さんが代表になりました。代表選は枝野さんと戦い、前原さんが勝ちました。で前原さんは時何を掲げて勝ったのかというと、オール・フォー・オールですね、みんながみんなを支え合う社会というのをですね、掲げて民進党の選挙で代表選に出て、そして勝つことになりました。オール・フォー・オール、みんながみんなのため、つまりリスクの社会化をしっかりと旗として挙げましょうということを彼はかなり明示的に示したわけですね。そして前原さんっていうのは極めてなんか高派に見えるんですけれども、安全保障面を除けばですね、彼は選択的夫婦別姓なんかも賛成ですし、大変リベラルな思想っていうものを提示している人です。つまり民進党はこの政党なんですよ、ここを目指していくんですよっていうことをですね、旗として掲げた、そういう船出をしたんですね。にもかかわらず、あっという間に組んだのが小池百合子さんだったんです。小池さんは政治学者として分析して、私小池さんに書いても全部読みました。インタビューも対談も全部読みました。根こそぎ読みました。で政治家が絶対見てないだろうと思うような発言も全部見ていくっていうのが学者のやらしいところなんですけれども、全部読みました。で読んだ結果、やっぱりこのゾーンの勝利です。このゾーンの勝利です。でこれの詳しい分析まだ時間ないのでやめておきますけれども、この、旧来の自民党の方ですから、やっぱりこう安倍さんなんかに近い発想なんですね。でなんです、私の法則は斜めと組んだら失敗するっていう法則なんです。隣はですね、かろうじてパーシャル連合はありえます。パーシャル連合っていうか部分的な連合っていうのはありえます。けどこの斜めと組むとですね、何から何まで反対なもんですから、一体この政党は何なのかっていう、そういうよくわからない感っていうものがにじみ出てしまうんですね。どうだったでしょうか。また思い出していただきたいんです。希望の党ができるってなった時に、皆さんの心の中に湧いたのは何だったかというと、これでもしかしたら自民党に勝てるかもしれないけども、一体小池さんと組んで何をやろうとしてるんだろうか、
どういう政策になるのかというこの政党のですね枠組みが見えなかったんですよ。で不安になったわけですね。で不安になりですね、よりあの小池さんの言葉が前に出てくるとどういう反応が出てきたのかというと、私たちは選択肢がないんじゃないのかという思いがですね国民の中にあふれ返ってきたんですね。つまり小池さんと安倍さんは両方ともこっちだと、ここ対ここのですね二大政党制っていうのをやられるとしたら自分たちなんか選択肢がないと。でかつですね、ここにまあもちろん共産党がいるわけですけども、共産党入れるのかなって思ったりするわけですよね。そうするとなんか選択肢がないぞっていう人たちが出てきたわけです。でそんな中で排除される人たちが出てくるという話になったわけですね。私はあの希望の党のですね、あの報道がパッと出てきた時に、はあの排除される人たちっていうのは大体頭に浮かんだので、一番最初電話したのは辻元清美さんですけども大丈夫辻元さんっていう話をしたら、いやわからんとか言ってましたけれども、まあ、絶対排除されますよって話をして、さあここからのちょっと展開を考えましょうっていうのを辻元さんに一報を入れたっていうのはよく覚えてますけれども、ですね、つまりですね、この斜めと組むとですね、わけが分かんなくなるんです。そして排除するっていう人が出てくるとですね、自分たちがここを応援したいと思っているけれども、そこの政党がこっちに行っちゃった、どこに入れたらいいの、選択肢がないっていう思いがふつふつと湧いてきたんですね。でそんな中、小池さんの排除発言っていうのが出てきた時に、これは全然リベラルじゃないぞと、こういう勢力を切り捨てようとしてるんだぞっていうふうになった時に、どういう声が出てきたかです。枝の盾だったんですよね。この枝の盾は僕たちに投票先を作ってくれよっていう声だったわけですよね。こんなに大政党制をやられてしまったら選択肢がなくなると、私たちに選択肢を作ってくれっていう、そういう声がふつふつとこれ SNS ですね、インターネット上で湧いてきました。そしてなかなか決断しないあの枝野さんがですね、決断したわけですね。ものすごい合理主義者で腰の重い方ですから、それはいいところでもあり問題になるところでもあるんですけれども、で枝野さんがですね、合理的な発想をせず、もうこれやるしかないとジャンプした人生唯一だと思います。もうやるしかないと思ってですね、彼は党を作るってなったんですね。あのこのプロセスは大変よく知ってますけど、言えないことだらけで言いませんけれども、でそれでジャンプをしたわけです。で一人で記者会見場に向かっていって、そして彼は何て言ったかというと、立憲民主党を立ち上げます、立憲民主党はあなたですって言ったんですね。これ見事でしたね。でこうやって枝の盾っていうその声に彼は応え、そしてあなたが立憲民主党なんだって言った時に、枝野さんと国民がざっとつながった、それが2年前の立憲民主党のブームだったということですね。そして、希望の党の居場所がなくなっていった。私は一生懸命その時に枝野さんに保守っていうのを言い張りましょうというふうにずっと進言をしました。なんならば希望の党の居場所を失わせるためです。で希望の党がこれが一番言われると困るんですね。あいつらは左派だっていうふうに切り捨ててですね、何か票を持っていこうとしている。いや違うと、リベラルな保守なんだ。でそれとある種の大きな社会民主主義の連合体を作るっていうのが自分たちのビジョンだと言った時に、おそらく希望の党の場所がなくなっていったんですね。これがあの2年前の、まあ、立憲民主党の成功という問題だったんだろうと思います。で1のところなんです。今申し上げたようにですね、立憲民主党のフィーバーというのはこの枝の盾に対して、立憲民主党はあなたです、そしてパートナーズというのがいろんなところで立ち上がった。パートナーズっていうのはこれはですね、昔の党員とは違うっていうのがテーゼですね。パートナーズっていうのはあくまでも対等な関係として議員と国民が位置づけられる、そして議論を熟議というものをし、その中から政策を練り上げて、それを国政の方に伝えていく、反映をさせていくっていうのが、このパートナーズというところの理念なわけですね。こうやって枝野さんの大きな立憲民主党のムーブメントっていうのは一つの形を取りました。さあ、ここで起きた問題なんです。どういうことが起きたのかというと、私は政治学から見るとですね、ラディカルデモクラシーというものが起きたんだというふうに分析をしています。聞き慣れない言葉だと思いますので、少し説明をしたいと思います。実は現在、先進国でこの20年から30年、一貫した傾向というものがあります。それは何かというと、投票率の下落です。投票率は日本だけじゃなくて、世界中でも先進国でずっと下がり続けています。で、この投票率の下落というのは一体どこから来るのかっていうのが、まあ、政治学者にとっては非常に大きな問題視されてきた問題でした。そしてその
中核にあるのはおそらくですね、一つはですね、新自由主義っていうものの拡大です。もう一つは小選挙区制、二大政党制という問題なんだろうというふうに思います。で、どういうことかというと、まず新自由主義です。新自由主義のゾーンというのはこのゾーンです。このゾーンなんですけど、これがどん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 下になっていくということですね。昔の自民党ってこの上の方だったんです。これがずっと下がってきたっていうのが90年代から小泉改革の一つのプロセスだったんですけれども、何が起きたかというと、官から民へ、規制改和、構造改革ですね。こういうものは何かというと、これまで行政がやっていたことをマーケット、市場にどん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 と投げていこうと、それはもうマーケットの競争社会の中でやってくださいねっていう、こういうリスクの個人化をどん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 世界中で進めてきたという現象がありました。80年代のイギリスのサッチャー、そしてレーガン、そして中曽根さんはこれに日本で初めて手を突っ込んでしてですね、というふうに小さな政府型っていうのがどん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 と進行しました。官から民へ、これまで政治がやっていた仕事をマーケットに任せていこうという、こういう発想ですから、政治がやれることが小さくなってくるんです。福祉政策も限定される、いろんなことが、教育なんかについても民営化しよう、大学の入試っていうのがですね、民営化の話とか出てきますね。あれもですね、小泉内閣の時からずっと続いている一つの流れです。いろんなものが民営化されていく、こうなってくると政治の領域が小さくなっていきます。つまり政治家の決定権が及ぶ場所が小さくなるわけですね。とすると、これ何が起きているかというと、私たちの主権が目減りしてるんです。私たちがですね、早稲田さんに投票した、しかし早稲田さんが国会に行って頑張ってもですね、できない領域はもうマーケットに投げられてしまってますから、政治ができる領域っていうのが小さく小さくなってきたんですね。ということは、私たちはこれを通じてどういうふうに思ってしまうかというと、投票に行ったって変わんないよね、政治家の領域が小さくなってんだから投票に行ったって日本社会変わんないよねっていう思いを持っちゃうわけですね。これ先進国どこでもこの新自由主義に突っ込んだ国は全部で起きてきた問題でした。さらに二大政党制です。私はずっと一貫して二大政党制に対する反対論者です。で、小選挙区制も反対です。で、なんでかと言いますと、この小選挙区っていうのはですね、どういう問題、弊害をもたらすのかというと、マイノリティが見捨てられるんです。なぜならば、小選挙区、こう神奈川4区ですね、神奈川4区は1人しか通らないわけですよ。まあ、比例復活っていうのはありますけど、基本的に1人しか小選挙区では通らないと。議員の側からするとどういう思いになると思いますか、これ。マジョリティ取らないといけないんです。半数を取らないといけないわけですよ。とするとですよ、マイノリティの小さな票よりもですね、大きな多数の票があるようなゾーンのところに声を届けようというふうに、当然のことなんか小選挙区制っていうのは思っていくんですね。これを二大政党制で続けていくと何が起きるかというと、両方の政党が多数派を取っていこうとするので、少数意見に目がいかず多数派の方に両方の候補者が寄っていくんです。そうすると二大政党は両議員が、両方の政党が言っていることがあまり変わらなくなって、結局のところどっちになってもいいやっていう、そういう状況を生み出すんですね。だから選挙行かなくてもいいやっていうふうになってしまうのが、この小選挙区制っていうものの一つの、まあ、大きな問題なんです。ごめんなさい、ちょっと風邪をひいてるので何度もお茶を飲んでて失礼します。で、こういうのがですね、こう蔓延してきたもんですから、政治離れっていうのがあり、私たちは主権者でありながら何か主権から阻害されているような、なんか3年か4年に一度ですね、国政選挙に行った、しかしこれだけでは何にも変わらない、主権者なのに本当に主権者なんだろうかっていう、こういうデモクラシーからの阻害という問題が私たちの大きな問題になってきたんですね。コリン・クラウチーとしてはこれをポストデモクラシーの時代というふうに言っています。デモクラシーなんだけども、私たちは全然デモクラシーを実感できないという時代ですね。で、こういうのが実は世界の中でずっと広まっている現在のデモクラシー、民主制の大きな問題なんですね。で、その時に政治学者は、この投票に何年かに1回行くだけという民主主義をもう少し拡大していきましょうよ、違うルートでも政治に関わることができる、そういうような民主制というものをしっかりと理論づけないといけないんじゃないのかっていうのが、現在の民主制の議論の中で非常に大きな議論になっています。これがラディカルデモクラシーという議論なんですね。それの一番有力な説っていうのは、熟議デモクラシーというふうに言います。この下の方に書いてございます。熟議デモクラシー、
つまりこれは、例えばですね、関東圏でいうとどこか典型でしょうか、世田谷区なんか一つのいい例だと思いますけれども、保坂信人さんという方が今区長をされています。で、保坂さんがずっとこのですね、彼は3期目ですけれども、ずっと取り組んでいるのは、彼は町に出ていって車座集会をやったりとか、あるいはいろんな形でですね、市政報告をしたりとかですね、グループワークをやったりっていうのをもう無数にやってるんですね。で、こうやって何をやってるかというと、住民の人たちから直接声を上げてもらって、この選挙の時以外にもずっとその声を政策に反映していくという、その熟議型のデモクラシーですね。そしてこれは他者をバッシングするんじゃなくて、みんなが公共的な場所に出てきて、そして合意形成をし、そこから上がってきた、ボトムアップで上がってきた、そういうような声をどういうふうに地方行政に反映するべきなのか、まあ、こういうのをずっと地道にやるっていうのが、この熟議デモクラシーというものです。で、枝野さんはこれを目指しました。で、枝野さんがパートナーズを作ったっていうのはこれですね。皆さんのような方が集まり、そしてそれぞれの領域においてこういうことが問題なんじゃないのかというボトムアップの下からの声っていうものが集まっていき、そしてここの選出の早稲田さんに伝え、それが立憲民主党に生かされ、そして国政の中でですね、選挙の時たった1回じゃない声の吸い上げ方っていうものがボトムアップで常にできているような、そういうようなあり方、これが熟議デモクラシーですね。そしてそれが枝野さんが枝野立てっていう声に、こうして立憲民主党はあなたたちですと、あなたですというふうに言った、この候補関係によって成立した一つの新しい日本におけるデモクラシーの形というのが、立憲民主党の熟議デモクラシーの一つのプランというものだったんだろうというふうに思います。しかしです、この熟議デモクラシーというのはある種脆弱なところがあります。つまりブームという問題ですね。常に国民と国、この国会議員が常に何かの形でつながっているっていう実感がないと、さっと冷めていくんです。これがラディカルデモクラシーの特徴なんですね。何が起きたのかなんです。立憲民主党にはですね、これは厳しい言い方になってしまうんですけれども、やはり立憲民主党のブームは続きませんでした。で、1年前ですね、約1年前、はっきりとデータを見ていくと、去年の8月です。ドンと支持率が下がっています。こっからずっと低空飛行ですね。というのが続き、そして参議院選挙に挑みました。で、政治学者から見ると明らかな敗北です。参議院選挙は明らかに立憲民主党は負けました。で、こういうような状況があっという間に起きてしまったっていうのが立憲民主党の現状なんですね。で、何が起きたのかなんです。やはり大きかったのはですね、これ永田町の論理っていうのが見えてしまい、自分たちの声があの人たちには届いていないっていう感覚を持った時に、こういうのはラディカルデモクラシーはシューッと収束していき、しぼんでしまうという傾向がある、そういうデモクラシーの形態なんですね。枝野立て、立憲民主党はあなたです、この時は良かったんです。しかしここからこの物語を刷新することがなかなか立憲民主党は難しかった。そして目立ったのは何かというと、国民民主党との争いですね。特に参議院でどっちが第一党になるかということで、相当いろんな永田町の論理というものが見えてしまいました。こうなると国民の側、投票した側はどうなるかというと、私たちの声届いてないと、何かまた政治家たちの永田町の論理で政治をやっているというふうに見えると、これシューンとしぼんでいくんですね。これが実は立憲民主党に現れた一つの現象だったんだろうと思います。それでそのまんま選挙に突入していきました。その時に私にとって非常に意外なところからポーンと別の角度から現れた人物がいました。それが山本太郎という人ですね。令和新選組というのが発足をし、私は長い間ですね、山本さんに対してはですね、なんかパフォーマンス過多なんですね、非常に危なっかしい政治家だなというふうに思ってきました。ですから彼の側からアプローチがあっても、まあ合わなかったんですね。しかしですね、これが1億円を超えた時ですね、お金の集まり方っていうのが1億円を超えた時に、これはただ事ではないことが起きてるなというふうに思いました。つまりこれは非常に新しいですね、日本におけるデモクラシーっていうのが起きているっていうふうに思いですね、そこから山本さんに非常に注目をし、そして会ったりして、まあ、求められればアドバイスをするという関係になっていきました。で、立憲民主党と違って令和新選組はどういうものを動かしたのかなんです。
それがもう一つの闘技デモクラシー、格闘技の闘技と書くんですけども、というものなんだろうというふうに思います。もう一つのこのラディカルデモクラシーの形態っていうのは一体何かというと、これはシャンダル・ムーフという人が言っていることなんですけれども、はっきりとした境界線を引き、あいつらの政治が悪いんだっていうふうにはっきりとですね、その対抗する相手というものを明確に定め、それに対して強い批判を行いながら多くの人たちの情動面を喚起していく、そういうような政治のあり方によって、これまで投票に行かなかったような人たちをデモクラシーの舞台にどん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 引き上げていく、そしてあれと戦わなければ自分たちに何か新しい未来はないんだっていうふうに鼓舞し、感情的なものっていうのに火をつけていく。でこういうのが闘技デモクラシーというふうに言われるものです。で世界ではですね、こういうようなもの、これはポピュリズムでもあります。こういうようなものっていうのが世界の中でですね、実は0年代今世紀に入っていろんなところで起きてきました。で先に起きたのは右派の問題です。ナショナリズムに火をつけて移民排斥なんかを言う政党っていうのが伸びてきた、これが右派ポピュリズムなんですけれども、しかしですね、この4、5年ぐらいヨーロッパやアメリカで目立ったのは、逆にリベラルの側にこういうようなある種の闘技デモクラシーっていうのが生まれてきたという現象でした。アメリカ大統領選挙におけるサンダース、今回負けましたけどコービーとかですね、いろんな人たちっていうのがこのリーダーとなってですね、一極集中のようにですね、富を独占している人たちがいると、それに対してこの再配分っていうのをちゃんとやらなければおかしくなるっていうことを非常に強い言葉によって多くの人たちのこう感情っていうものを鼓舞していくような、そういうような政治っていうのが出てくることになりました。でこういうような闘技デモクラシーっていうのを一体日本ではもう一つのラディカルデモクラシーを誰がこのフラッグをつかむのかっていうのが私たちの、政治学者の関心だったんですけれども、これを私にとっては非常に意外な時からパッとフラッグを取っていったのが山本太郎という人なんだろうというふうに思うんですね。裏側のページに行きたいと思います。で私は何を言いたいのかっていうと、山本太郎さんもそして枝野さんも大きな図式で言うとここです、ここです。これは間違いのないことです。消費税をどうするかっていうことについてはいろんな議論があります。しかし大きなビジョンは自民党のこのラインに対してリスクの社会だとリベラルっていうのを目指していくという大きなビジョンは共通しています。そしてこのゾーンの中に共産党も入ります。ここをどうやって選択肢として選挙協力をし国民に選択肢を提示できるのかっていうのがポイントなんですね。でなんで私は今山本太郎という人に言及をしたのかというと、次の裏側です。253の法則というのを今からお話をします。でこれどういうことかと言いますと、これ大体投票、近年の投票を見るとこういう割合でですね、大体票がですね固定されているんですね。2っていうのは何かというと野党票です。全体10人いたら野党に入れるっていう人は大体2なんですね、2人です。でそれに対して3の方は何かというと絶対に与党に入れる人です。自公政権の方に絶対入れるっていう人が大体3なんです。で5は選挙に行かない、僕もしくは無関心層、あるいは不動票というふうに言っていいかもしれません。で大体こういう票の割れ方をするんですね。直前の参議院選挙でいうと大体野党票っていうのは比例で2000万票です。で与党票ですね、自公プラス維新もやはりこっち側なので、これを足すと大体3000万票です。で5000万が選挙に行っています。これも253っていうのに、きれいに出てくるんですね。でこれぐらいでずっと推移をしています。なので安倍さんはどういう選挙をやっているのかっていうと、安倍さんの選挙対策はもう明確です。投票率を下げることによって勝つっていう選挙です。投票率下げたら勝てるんです。なんでかというと固定票の3対2で勝てるからです。全部これで勝ってるんですね。なのでどうでしょうか、選挙がやってくると安倍内閣は争点を沸かしますよね。そして選挙が盛り上がらないように盛り上がらないようにするんです。そうすると5の人たちが寝てくれるからです。そうすると3対2で勝てる、これが全部安倍内閣がやっている選挙の方法です。逆に言うと野党はどこを動かさないといけないのかっていうのが明確なんです。野党は2の絶対に野党を入れる人の票の奪い合いをやっている以上は絶対に政権は取れません。5を動かさないといけないんです。で3を割らせないといけないんです。この5を動かすためには投票率を上げないといけないんです。投票率を上げれば逆に言うとこの層はかなり野党になびいてくる、そういう層です。なのでラディカルデモクラシーというものを起動させないと野党は勝てないんです。万年野党でよければ左派の中でいろんな争いをやっていればいいんだと思います。
しかし本当に政策を実現したいのであれば5の人に本当に選挙に行ってもらわないといけないんです。ここに火をつけたのが山本太郎という男なんですよね。これは無視してはいけない。これまで絶対に選挙に行かなかった、ポケットに数百円しか年末に、月末になると入ってない、そういう人たちがですね、数百円を寄付していったんですよ。これはすごいことだと思いましたね。私はあの山本太郎さんとはいろいろ拙いところがあると思います。いろんなことで、まあ、政策的にもですね、ここはこうした方がいいというふうに思うこともあります。しかし私はこれは改めてですね、なかなか他の政治家ができなかったような現象を起こしたっていうのが彼のおそらく重要なパワーだと思うんですね。とするならば、今立憲民主党が動かせなかった、そう、これを掘り起こした彼のようなムーブメントというのが一体何なのかということをしっかりと謙虚に受け止めてですね、そういったところとどういうふうに手を組めばいいのかという構想をですね、やっぱり立てないとですね、勝てないんですね。で、こういうことがおそらく起きている現象なんだろうというふうに思います。そしてですね、時間が来ましたけど、もう少しだけ時間ください。ちなみにですね、参議院選挙っていうのはここで書きましたけれども、投票率が高いところ 55% 以上ぐらいになっているところのベスト5を書きました。全部野党勝ってるんです。全部野党勝ってるんです。ですから、55% から 60%、60を超えればですね、基本的に野党に勝利の目がかなり出てくるんです。つまり、ここを動かすしかないんですね。ここを動かせば逆に言うと勝てるんです。その時に野党の中で割れてる場合じゃないんですね。しかし、一つの政党にならなくてもいいんです。これ、連立をやればいいんです。で、選挙協力をしっかりとやればいいんです。で、連立、一つの政党になろうとするから、いろんな無理が出るんですね。世界はこんな二大政党制なんてやってる国はもう、アメリカしかないんです。で、これはもう、明らかに政治学から見ると、時代遅れのシステムです。多様性というものを救い上げることができません。やはり、賢い連立っていうのをどういうふうに考えるのかっていう時代です。ですからそのゾーンですね、この2のゾーンっていうのを非常に重視する。そして最後ですね、3番のところなんですけども、そのゾーンを保守という観念でどういうふうに捉え直すことができるのかっていうのが私の最後の問いです。で、保守っていうとどういうイメージがあるのかっていうと、何にも変えないとかですね、旧来のものにしがみついてるとかですね、右翼とかっていうそういうイメージがあると思うんですけども、私はそれは本来のですね、政治学が言う保守ではないと思っているんですね。で、保守っていうのはどういう政治上の観念かというと、明確な政治思想の起源があります。フランス革命です。で、フランス革命があった時にこれに反対をする勢力というのがイギリスにいました。この人たちが近代保守というものの原点なんですね。で、彼らは海の向こうで起きているフランス革命はおかしいと考えました。どうおかしいというふうに言ったのか、この代表者はエドマンド・バークという人で、フランス革命についての小説という本を書きました。で、バークは何て言ったかというと、端的に言うと、フランス革命をやっている人たちはどうも人間観が間違えてるんじゃないのかということを指摘したんですね。どういうことかというと、フランス革命をやっている人たちっていうのは何か頭のいい人たちがいて、その人たちが政治の理想像っていうものを書き上げる、プランを書き上げる、その通りに革命をし実行すれば世の中は進歩し素晴らしい世界になっていく、だから革命をやり前進しようというそういう考え方である。つまり頭のいい人たちの理性や知性というものに対する非常に強い信頼を置いているわけですね。しかしバークは言ったわけです。どう言ったのかというと、理性ってそんなに完成されたものなんですか、どんなに頭がいい人がいたって間違えないですか、あるいは世界全体を全て正しく認識できる人間なんているんですか、むしろ人間の普遍性は理性というものの普遍性よりもこの理性というものが不完全である、人間はパーフェクティビティですね、完成するというその幻想というものはやはり今申し上げたように幻想に過ぎない、やはり人間はほころびとか間違いとか誤認というものを含んでいるそういう存在である。なので自分のやってることについては間違いが含まれているかもしれないというそういう認識を持たなければ、俺の言う通りにしろ、だから革命をやれ、でもこれが近代左派なわけですね。だからスターリンとかいろんな人がその中から生まれてきました。思想を粛清し、そして間違えた思想だと思った人たちを徹底的に弾圧するということが20世紀に現れた最も悪いタイプの左派ですね、という問題になったんだろうと思います。で、保守はそれじゃない、人間はやっぱり不完全である、間違えちゃう動物である、だったらどうなのかというと、これは理性を超えた存在、長年無名の使者たちっていうのがずっと紡いできた、そして時代の、あるいは歴史の
風雪に耐えて残ってきたような常識とか慣習とか、あるいは、集合的な経験値ですね。こういうものの中に実は重要なエッセンス、人間の生きるべきエッセンスというものがあるんじゃないか。しかし世の中は変わっていくので、ちょっとずつ手当てをしていかないといけない。彼らはグラジュアルな改革、全身的改革ということを言います。リフォームトゥコンサーブっていうのがワークという人が言ったことなんですけども、これは大切なものを守るためには変わっていかないといけないという思想です。例えば長年続いている老舗はですね、江戸時代から同じ味のお菓子出してるんじゃないんですね。やっぱりその時代の味覚に応じて少しずつこう微調整をずっとし続けています。ただし技とかですね、いろんな観念というのは変えてないんですね。でこのような長年続いている会社とか、あるいは、老舗の英知っていうのがおそらく保守の精神っていうのを最も体得しているものなんだろうと思います。そしてです、最後なんです。こういうような人間の不完全性という観念に基づいた保守っていうのはリベラルにならざるを得ないんです。なんでかというと、自分も間違えてるかもしれないんですよね。人間は不完全ですから。そうすると自分が言ってることだって間違えてるかもしれないという自己に対する懐疑の念を持つために、何が起きるかというと、自分と異なった意見を持っている人たちの声に耳を傾けようって話になるんです。で、耳を傾けてみた結果、なるほど、この人たちには言い分があると、それなりに筋が通ってるなって思うとですね、ここで合意形成をしていくんですね。合意形成をし、そして着地点を見出して、そして安定的な社会の在り方を目指していく。これが基本的には保守政治家っていうものの政治的な在り方だったんですね。ですから昔の自民党の政治家はとはいえですね、野党の言い分を聞いたりしました。しかし今の安倍内閣はどうなんでしょうか。議会でほとんど野党の言い分聞かないですね。で、強引に一斉にですね、自分たちの思い通りに全ての議決を通そうとすると、議会はもうとにかく過ぎ去ってくれればいい、まあ、そんな態度でですね、議会に臨んでいるっていうのは私にとっては保守には見えないんですね。むしろこういうようなリベラリズムと親和性のある保守、昔自民党にはこのゾーンの議員さんがたくさんいました。私の大変尊敬しているのは大平正義という人です。宏池会っていうのはこのゾーンだったんですね。このゾーンが自民党の中からどんどん希薄化している以上、もう一つの選択肢はここにおいてリベラルの保守っていうのを定義し、しっかりと社会民主主義の人たちと連携を取りながらセーフティーネットの強化、そしてリベラルな価値、これを目指していくというゾーンをどうやって魅力的に語るのかですね。内部分裂をしている場合じゃないんです。ここを大きく捉えながら選挙協力をやり、そして政権を担うということが求められていることであり、立憲パートナーズはその一番下支えになる重要な組織だというふうに私は思っています。ですので、こういった、栄区のパートナーズが立ち上がったことっていうのは、私は大変ですね、期待をしています。ここからデモクラシーが始まるんです。デモクラシーは何も国会議員がやっていることじゃないんです。私たちが熟議をし、そして時に戦いですね、そして国会議員に託して、一蓮托生でやっていく、そういうものです。こういうようなデモクラシーを根付かせないとですね、ずっと与党が勝ち続ける。そのために賢い有権者にどうやればなれるのかっていうのが私たちに問われていることなんではないでしょうか。ということで、時間が参りましたので、ちょっと幼稚園に行ってこない時間がありました。皆様いかがだったでしょうか。非常に分かりやすく先生の答えをいただきました。それから今日は今一部先生のお話にありましたように、本を今日出版社の方で用意してございます。自民党3冊の本で3種類の本を用意しておりますので、ご興味の方はぜひ、お願いしたい、お買い求めお願いしたいと思います。それから今日受付におきましてお渡ししておりますパートナーズの入会申し込み書、それから参加者ということでの用紙を皆様にお渡ししていると思うんですけども、ぜひとも記入していただければと思います。
ありがとうございます。それではですね、今日ご出席していただいてます、先生とご紹介いたしますが、通常の役になりますけれども、司会の今開催中でございまして、今後無限校のこの集まりに来ていただきました横浜市会議員の長谷川悦子、長谷川悦子様、ちょっとご挨拶をいただきたい。こんにちは。こんにちは。本日は栄パートナーズの会が本当にこのような女性会を迎えて発足されましたことを心よりお喜び申し上げます。そしてまたこの会の発足にあたりましてご尽力いただきました皆様にも本当に心より感謝を申し上げたいと思っております。今横浜市会は開催されておりまして、今年第4回定例会は明日までとなっておりますが、このような素晴らしい会に少しでも参加できたことを本当に喜ばしく感じております。横浜市会でも今自公のですね、横暴な政治の方が本当に行われているところでございまして、私たちもですね、先ほど先生がおっしゃってたようにぜひ耳を貸してほしいというふうに思っている次第でございます。そして政策におきましては本当に横浜市会、今数の問題、そして林市長が掲げる新たな劇場の整備、そういったところが主な焦点となって行われているところでございます。そして昨日はですね、自公、そして私たち立憲民主党の1年生議員と、あと団長、そして議長を含む懇親会の方が行われまして、たくさんの先輩方に政治についてお話をお伺いしましたが、やはり自公の先生もですね、政治は妥協の産物だということをおっしゃっておりました。政治は妥協の産物、先ほど中島先生がおっしゃってたように歩み寄りというものが大事になってくるのかなというふうに思っておりますが、全く私たちの話、民意を全然聞いてくれないその自公の政治に対してはしっかりと脳を伝えていきたいなというふうに思っております。今年ももう間もなく終わりではございますが、ラグビーのワールドカップでワンチームという言葉が流行り、そしてこれが今年の言葉というふうに決まりました。この度栄パートナーズが発足されまして、ワンチームとなってこの自公の横暴な政治に立ち向かっていきたいと思います。今日は本当にお集まりいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。続きまして衆議院議員早稲田由紀さんのご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。衆議院議員の早稲田由紀でございます。本当にここの栄区でパートナーズ設立をされまして、この記念公園に私の大変尊敬を申し上げる中島武先生が来ていただいたこと、本当にこの設立の準備会の皆様、それからこのご参加をいただきました皆様に心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。大変示唆に富んだご提言をたくさんいただきました。私たちが2年前に、私たちというか枝野幸男代表がこの立憲主義を守るということで、それからまたもう一つの沖縄市ではボトムアップの政治と草の根からの民主主義をやるんだということで、この2年前に立ち上がった立憲民主党、ここからもう早2年が経ち、私たちにもまた今中島武さんが先生がおっしゃってくださったようなことが本当に、自分たちに刺さってくる思いがいたしました。私はこの立憲民主党の一員として、国対もやらせていただきましたし、政調の方もやらせていただいてますけれども、その中で本当に皆さんの声に寄り添えているのかと、それから特にですね、マジョリティの声には聞こえてくるかもしれない、でもマイノリティ、先生がおっしゃったマイノリティ、いろいろな意味があると思いますけれども、例えば消費増税についても 10% ということについて、多くの方が私にこれじゃ絶対にダメだと言ってくる方の方が少ないですね。で
定の皆様たちはとてもこれじゃやっていけない、本当にこの消費税が 2%、3% と言ってもこれが自分たちの生活が本当に圧迫しているんだと、だから立憲民主党にもぜひ下げる、そういうことを言ってもらいたいという方たちもいらっしゃいます。そしてその方たちは割合としては私のに言ってくる中でですよ、言ってきていただける中では少ないかもしれないけれども、大変そこは重要な声なんですね。なぜならやはり政治というのは困っている人、声を上げにくい人のためにこそ動かなければならない、そのために政治家がいるんだということは、これは自公だって私たち野党だってみんな同じように思っているはずですけれども、やはりそこで今先生もおっしゃってたように小選挙区の中で、ね、与党も野党もマジョリティの声しか聞かなくなったらこれはやはり終わりです。私は大変厳しいこの先生のお話から、やはり自分がこれから1年以内には選挙だと思いますから、その中でやるべき方向というのが非常に、見せていただいた、勉強させていただいたと思いました。それを皆さんと一緒にこの場で共有をできたことは大変ありがたい、嬉しいことです。何分まで話すんでしたっけ45分40分、あと10分大丈夫です。まあ、あまりにも先生のお話が感銘を受けたので、私国政報告といっても何しようかなって今ちょっと頭がぼーっとしてるんですけど、この臨時国会のお話もさせていただかなければならないと思います。まあ、臨時国会で、まあ、象徴的だったのは桜を見る会ですね。でこれについてももちろんこればかりやるなと、こんなことばかりで時間費やして本当にあなたたち税金の無駄遣いと、給料もらってるんでしょうという厳しいご意見もあります。それも多分国民の皆さんが見えるところではそうなんだと思います。でも私が申し上げたいのは、その方にそういうふうにおっしゃっていただいたときには、この問題は象徴的で野党が追及をしてるから、税金の使い道として、だからこれを報道機関が報道しているんです。でも報道していない部分でたくさん私たちは福祉についても防衛問題についても日米貿易についても議論をしていますから、ご安心くださいと、そういうふうに申し上げさせていただいています。これは言い訳でも何でもありません。でもやはりこれだけやってると見えてしまうことは事実だということも私もしっかり受け止めなければなりません。その上で申し上げれば、先ほど中島先生がおっしゃっていたこの政治家の仕事、政治の仕事には2つあると。1つはお金、まあ、予算の配分ですね。それともう1つはこの価値観の問題だということであります。そして今だけではないですね、この安倍政権、私が第二次政権ですけれども衆議院にならせていただいてからずっと続いている問題はこのお金の問題、予算の配分の問題だと私は思います。すべて改善の結論は出てませんけれども、森友家計学園の問題もそう、そして今回の桜を見る会もそうです。5000万円という一応、まあ、そのくらい使ったということにはなっておりますけれども、これは一時に比べて、まあ、以前に比べて3倍です。しかももともとの予算はもっと低いんです。じゃあどこで帳尻合わせたかという質問に昨日もなりました。これは野党の合同ヒアリングです。私も出ました。そうするとその流用ができる予算の範囲内っていうのがあるんですね、内閣官房の中で目というのがあります。その目の範囲内だったら流用しても、これは法律で決められておりますので問題ございませんと。そしてこの目で流用して当初の予算よりもずっと多い5000万円を使っているというのが今のこの桜を見る会の一つの大きな問題で、そしてそのことよりも何よりも一番問題なのは予算の、それから権力の私物化ということですよね。
なぜならこれは国民にの皆様の中で、まあ、いろいろなお働きをしていただいています。この栄区でもたくさんの町内会、それからまた NPO 福祉の団体で皆さんがいろいろご尽力をいただいている。これこそ市民共同のあり方だと思いますけれども、そういうところで功労のあった方に桜を見る会に来ていただこうというのがこの桜を見る会でも、残念ながらそういう功労じゃなくて、安倍総理内閣に功労のあった人を呼んでいるということが明らかになっているわけです。それは権力の私物化、予算、つまりは皆さんの税金の私物化になるということを私たちは追及をしたいわけです。しなければならないと思っています。確かに政策的な提言も提案も重要です。でも野党には予算権はございません。その中でいかに予算の無駄遣い、それから配分の間違い、これを正していくかということをしていかなければ、私は野党の意味がないと思っています。いくらでもこれをやりたい、あれをやりたいということを自民党さんは言ってくるでしょう。でもそこで本当にこれが国民のために、生活の改善のために、福祉の向上のためになるのかということを、全てですけれども、やはり原点に戻って考えなければいけない。その中で言えば、この桜を見る会の使い方は言語道断です。そしてそうやって政治的な配慮でいろいろやられていることを、一切官僚がもちろん忖度をしてと言っても何も公表しない。昨日も大変問題になったのは、これは内閣の理事会で予算、資料請求をしているものでしょうと、なぜそれが出てこないんだと、国政調査権だと。でもそういう意識がないんですね。もう国会が閉会しちゃったから、そのくらいの考え方なんですね、官僚の皆さんは。まあそういうふうに言われてるんでしょう、与党から。だからまあ彼らも大変苦しい立場なのは、まあ一方では分かりますけれども、そんなことがあって何をやっても出てこないけれども、でも諦めずにやっていきた、いかなければならないと私は思っています。そしてこの予算ではなくて、桜を見る会で言えば、まあ、反社勢力、それから、ジャパンライフ、マルチ商法、マルチ商法で大変、この事件になっている。これも分かっていたのに、政治案件としてこれもどういうわけか桜を見る会に紛れ込んでいたと、紛れ込んでいたというか、まあ総理枠で招待をしていたのではないかという疑惑はかなり深いわけです。こういうことをですね、例えば献金をしてもらってる、非常にいろいろなことがあるでしょう、その中には。でもそこを追及していかなければ、いつまでたっても皆さんが本当に働いていただいて、納めていただいている、あるいは年金の中からほっと絞り出していただいている税金の使い道がいいものにならないということは大変問題ではないでしょうか。私はその意味でこの問題はやっぱり通常国会に向けてもやっていかなければならないと思います。それとそれでは1年以内に間違いなく、もう私たちも3年目に突入しましたので、衆議院選挙があろうと思います。そこで、まあ、何を訴えていくのかということ、先ほども令和のお話が出ました。確かにいろいろやり方についてもあるし、私もまだ山本太郎さんのいろいろなことがわからない中で、やはり消費増税ということが非常に所得の低い方、それからまた若い層については、それから零細企業、中小企業の方たち、特に地方のですね、地方のまだ都市部は少しはいいかもしれませんが、大変なことになっていると思います。だから私たちもこの立憲民主党として提言を、公平な税制を求める会というところで、50数名の賛同者の私も一人となって、この消費税の引き下げと、それだけではダメですから、公平な税制が何であるかをしっかりと考えていく。先生もおっしゃってもおりましたけれども、所得
所得税の累進課税を強化する、それから法人税ですね、今まで大企業においては大変減税をしてきました。これは理由としては海外に転出をしてしまう、そして日本に全然この大企業が残らなくなってしまう、あるいは給料も安いからそこにやるんだと言いながら、この何十年間実質賃金は上がっていない。それからまた外国の方も最低賃金が上がってきたので日本の方に帰ってきています、工場や何かも。だからそのそういう状況の変化を見て、やはり法人税、大企業の、まあ、弾力のあるですね、そういう企業にはやはりそれなりのものをお支払いいただく、それから金融所得課税、株で儲けた方、そういう方のその小さい所得じゃないんですよ、やはり何千万何億となるようなそういうところにはもう少し税率を上げる、今 20% だけでもこれ25に上げただけでもだいぶ違います。そういうことも全て考えて、そして消費税を 5% ぐらいまで下げることができるように、私もこの公平な税制を考える会でともに考えてまいりたい。そしてそれをやはり立憲として打ち出せるようにですね、私も一員として頑張ってまいりたいと思います。それともう一つは、やはりそのいかに声を上げられない人たちのために政治が働けるかということです。それについては私も今まで子ども子育て PT、 それからまた雇用の話で言えば非正規の方たちを正規職員に変えていく、社員に変えていく、それにはどうしたらいいのかということ、それから最低賃金を引き上げる、これの PT にも所属をすることになりましたので、これからではありますけれども、この最後の2つについてはしっかりとやりたいと思います。やはり今まで日本が終身雇用、これが非常に良くないみたいに、それからまたさっき先生もおっしゃってたけれども、公務員数が非常に多い多いということで一時バッシングをして、そして給料も下げてやりましたけれども、この全体の日本世界全体で見れば非常に公務員数も少なくなっているということもありますから、ここももう一度議論をしなければならないと思います。そういうことを含めて声を上げにくい方たちのためにいかに働けるかというのが今の立憲民主党、私は世代的にかかっていることなのではないかと思います。子ども、特に子どもの問題をやってまいりましたので、この児童虐待の問題、それからもう一つは今これから、これももう少し深掘りをしてまいりますが、引きこもりの問題ですね。この間も裁判がございました。本当に高齢の両親、引きこもっている息子さん大変だったと思います。でも誰にも相談することができなかった、その中で大変なこの引きこもりの方たちをどのように社会で寄り添っていけるのかということ、ご家族に対してもですね、そういうことを私もしっかりとこの3年目につきましてはやってまいりたいと思います。まあ、いろいろお話したいことはあります。15号、台風15号19号の防災の問題もあります。これについては堺区の皆様からもいろいろご意見をいただきましたし、特に鎌倉津支配間はひどい状態でしたので、これに教訓として次の備えに備えられるように私も力を尽くしてまいりたいと思います。大変、取り留めもないお話にはなりましたけれども、私もそういうことで、皆様の本当にボトムアップの声を聞く、そしてそれを形にしていくためにこの2年間を皆様と一緒に、走ってまいりましたので、これからの1年もっと短いかもしれない、でもその中でも最大限そうしたことをやってまいりたいと思いますので、ぜひ皆様には引き続きのさらなるお力添えを賜りたくよろしくお願いいたします。本日は本当にたくさんお集まりいただきましたことを心から感謝申し上げまして、パートナーシップ委員会の全国公演のお祝いとさせていただきます。ありがとうございました。本来ですとここで7時ということも欲しいところなんですけれども、会場の関係もございまして、いずれ、機会を設けまして国会の報告を、それから今後についてもですね、皆様のご協力のためにいずれまた会合を持ちたいと思っています。それでは
ここで、今日お越しいただきました、早場の町会議員になられました中村克夫さんをご紹介いたします。こんにちは。同じ神奈川4区 の地方議員として麻生由紀さんを支えている議員の一人です。本日は思いがけず非常にいい勉強させてもらいました。これからもっともっと勉強していきたいと思います。今日本安倍内閣のためにですね、どんどん壊されているとすごい危機感を持っています。災害もですね、どんどん激甚化していますし、日本がどんどんこれから国土の経済を疲弊していくんじゃないかと心配しています。立憲民主党を盛り立ててですね、やっぱりその野党が強くならないと何も変わりませんので、ともにですね、いつ来るか分かりませんけども、近いうちに来るであろう選挙の時にはですね、私たちも十分、備えてですね、やっていきたいと思います。このように大勢の皆さん、できたばっかりの堺区パートナーズ、もうこんなイベントをできるなんて素晴らしい、心強く思います。共にそれぞれの立場で頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは私どもパートナーズ の会の本気にっていうんでしょうかね、通話人会ということでスタートしました。メンバーをここで皆さんの前に紹介したいと思います。先ほどご挨拶いたしました代表の橋本久志でございます。それから副代表の石岡雅子です。それから事務局を担当しています佐藤拓夫でございます。佐藤でございます。本日はありがとうございました。それから幹事をしていただいてます林、失礼します、浩司、あ、林浩司さんでございます。よろしくお願いします。同じく幹事をしていただいてます加納長次郎様です。直次郎さん、失礼します。それから今回も設立に際し、私ども十分支えていただきました堺区担当長谷川と増田行き衆議院議員の秘書の長瀬サッチですかね、よろしくお願いします。はい、ご覧いただきありがとうございます。それから市会議員長谷川悦子さんの秘書をしています、村上高之さん、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。最後になりましたけども、遅れませながら司会の方を務めさせていただきました、とりあえず名前だけかもしれませんけども、副代表になっております藤野と申します。今後ともよろしくお願いします。ただいまにまして、今回の会合をお話ししたいと思うんですが、皆様にお願い事がございまして、いずれまたこういう機会を設けたと思いますので、今日お集まりいただければ平日でございますので、なかなかご都合つかなかった方もいらっしゃると思います。現在堺区のパートナーズが約100名弱のところまで来ている方でございまして、私もなかなかここの方々とのお話しする機会がございません。ですから今日中島先生ですが、だいぶ力強く現状のお話しさせていただいたと思って、ただ投票率上げないことには絶対立憲民主党もこれから伸びないということがはっきり分かったと思いますので、ぜひとも皆様のお力をいただきまして、これから松本参戦させていきたいと、安倍政権に対する対抗として宇多田さんが頑張って立ち上げた党でございますので、2年間で終わって困る、まして和田さんは内閣委員会ということで、かなり重要なポストも委員会も所属しておりまして、テレビ等それから YouTube でもかなり放送されておりますので、機会がありましたらぜひとも皆さん興味を持って政治に関心を持って、今の政治を変えていこうということで、頑張っておられますので、よろしくご協力のほどお願いいたします。最後にございます、できるだけ国保を陳列しておりますので、今日の先生も具体的なお話ありましたけれども、詳しく書かれている方
高尾先生の本でございます。それから週刊金曜日はかなり特徴のある本でございまして、値段の方は週刊金曜日は定価でございますが、その他の3冊の本は消費税なしで販売されていると、まあ、社の方のご購入に入れまして、そういう状況になっていますので、よろしくご協力のほどよろしくお願いいたします。以上で会を終わります。ありがとうございました。